倉石誠は、日本のテノール歌手。長野県長野市生まれ、長野県小諸市で育つ。小諸市立小諸東小学校、小諸市立小諸東中学校、長野県野沢北高等学校を経て、東京芸術大学音楽学部声学科卒業、同大学院オペラ歌手寮。芸大定期、オペラ、腰ファントッテのフェランド役でデビュー。東京交響楽団。 仙台フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会、東京フィルハーモニー公共楽団のオペラコンチェルタンテ、シリーズなどに出演。2000年ロータリー、財団国際新全小学生としてイタリアに留学。ボローニャ国立音楽院にてパリでベントゥーリに支持。2001年にはモンテプルチアの国際芸術祭に出演。2002年、帰国後は日生劇場。 ジャンニス・キッキのリヌッチョ、東京室内科劇場、五つの女のアリワラの成平、藤沢市民オペラ、メリー・ウィドウ、カバレリアル・スティカーナ、横浜シティ・オペラ、愛の名役などのほか、新国立劇場において、カルメン、ラボエーム、黒船、軍人たちに続けて出演する。海外では、イギリス・バクストンで行われた国際、ギルバート サリバンフェスティバルでコックスとボックスのボックス役に出演したほか、2012年3月にはパリ、日本文化会館におけるユーズルに予表役で出演。4月にはイタリア主要歌劇場の一つ、ジェノバのカルロフェリーチェ歌劇場におけるトゥーランドットに皇帝アルトゥム役として抜擢される。同年9月には東京音楽大学105周年オペララララボエームにおいて、 ロドルフォ役を演じたほか、2013年は、メリー・ウィドー、花坂かじいさん、ファルスタッフ、ディドとエネアス、カバレリアル・スティカーナなどにも出演、また、詩人の恋を歌う、と題して、ドイツリー・トリサイタルを開くほか、2014年にはオペラ、ユーズルの予表役として、全国縦断公演を予定されている。さらには、第9、メサイヤ、 レクイエムにとどまらず、総言ミサ、小総言ミサ、嘆きの歌、スターバトマーテルなどのソリストとしても、国内外のオーケストラと共演している。京成会館員、日本声楽アカデミー会員、東京音楽大学講師、ありがとうございます。